はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日から企画をやっていきたいと思います。レベル1から99までどれぐらいの時間が必要なのか、最短でねレベルを上げていきたいと思います。レベル1からニューゲームでスタートしてからということですね。どれぐらいで99までいけるんでしょう。でさらには、99にした後に全員のストーリー、全部終わらせるまでもう何時間かかるのか、それまでやっていきますね。ではとりあえずニューゲームでスタートしていきます。1日2時間ずつぐらい、やっていきたいと思います。どれぐらいできるだろうね。で初期キャラは多分ソローネが一番いいと思う。まあ今までも俺ソローネでスタートしたんだけども、ソローネがベストでしょうね。まあ最初から、能力アップで戦っていくことできるし、すぐにテメノスが仲間になるので敵から逃げやすい。で次にオズバルドも仲間になるので、エンカウント半減で敵にも会いにくくなる。これベストじゃないかな。ということでソローネでスタートします。欲しいものは盗む、必ず。ストーリーは全てスキップしていきますね。全てスキップして、でゲームスピードも、上げてからやっていきます。それではソローネの最初のボスからいきましょう。弱点はね一応調べながら来てます。最初から弱点調べてないとやっぱ時間かかるもんね。なんで弱点ありでやっていきます。もういけるでしょこれで。 OK。 いや思った以上に強いわ。急いでいきます。 OK。 テメノスがまず仲間になりました。続いてオズバルド仲間になりました。まだ20分経っておりませんよ。ゲームスタートから25分経ったところでエンカウント半減覚えましたね。これで敵とあまり合わずに良くなる。でもう少しすると、確実に逃げれるようになってくるかな。アグネア仲間になりました。パルテティオもすぐに仲間になりました。そしてヒカリも仲間になりました。あと2人だね。よし、これでキャスティまで仲間にできましたね。オーシュット最後仲間になりました。まあこっちでしょうね。狩りなら任せてね。OK。でこれで全員仲間になりましたね。時間が45分だね。45分で全員仲間にすることができました。ではレベル15ぐらいまで上げて装備をある程度取りに行きましょうか。強い装備を取りに行きます。はい。それではですね、レベルが17です。今レベル17でかかった時間が1時間11分ですね。でようやくこれを覚えました。逃げる成功率アップで、エンカウント半減もあるので、これでアイテムを取りに行くことができますね。ではまずはここから行こうかな。この下、船飲みの口なんかそういうところ、そこにまずは行きましょう。ここはセーブポイントがないところですね。とにかく装備のところだけを目指して他は何も取らずに行きます。クロスロード一気に強くなるよ。3号からいきなりこれになるからね、めちゃくちゃ強くなる。よし、じゃあ次の装備だ。次はここ、古びた時計塔レベル44ですね。よし、もうちょっと。よし、取れたー。セフィラムスピア、これで、あ、でも装備できるやつがいねえか。いなかったわ。次はどうしようかな。まずはこちら。とりあえず取りやすいところからどんどん取っていきましょう。この下は違うもんね。よし、まずは剣からだ。剣を取って一度戻ろう。
白き幽谷に来てます。ここで3種類取っていきましょう。もちろん敵に出会ったらおしまい。あ、いや出会ってもいいんだ。攻撃されたらダメ。あ、弓だ。あ、これ強い。ここを渡ると超強いボスがいるので注意ですね。 OK、 巨人の棍棒まで取れた。よし、じゃあ次の装備行きましょうか。どこ行こうかな。ティンバーレインに入る前に、ここも取っとこうかな。剣はもうすでに1個あるんだけども、もう1個あってもいいかな、剣はね。 OK、 ここはヒプノスは確か仏鋼だけじゃなくって属鋼まで上がってよかった気がするんだよね。ここが何だったっけ、呪いの鎧だったかな、ここは。あ、鎧ね。 OK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 。 あ、禁断の斧もここにあったんだ。あ、でも禁断の斧はちょっと使いにくいな。 OK、 もうちょっと取りに行きましょう。ここ行けるか。行けるね。 OKOKOK。 槍だったでしょ。あ、剣か、剣か。剣、剣。で、次はここを右に行ったところにと思ったけども、不意打ちか。なんとかここまでは取っておきたいところ。ここで、あらかた集まったかな。いや、もうちょっと取りたいな。今1時間38分ですね。もうちょっと取りに行こう。最後にこの遺跡の槍を取って、装備集めは終わりにしましょうか。 OK、 とりあえず怪人の槍ゲットです。戻ります。ここで時間かな。あそこを取って多分、2時間経つと思います。これで終わりにしましょう。だいぶ取ったよ。うん、だいぶ装備は、取りやすいところは取ってきたと思います。 OK、 太陽門、今1時間58分ですね。はい、それでは町到着しました。ちょうど2時間だね。2時間で、全員がレベル17。あ、控えのやつはまだ1だけどね。うん、レベル17。そして装備がこんな感じですね。そこそこ強くなったんじゃない。うん、結構いい感じだとは思います。オズバルドが、まあ、メインアタッカーになりますので、呪われた鎧とクォーツロッド、うん、太陽もつけてメンタルベルトもつけてますので、まあある程度格上にでも勝てるようになったとは思います。オーシュットこんな感じですね。はい、じゃあ次は船を入手して海の上の、経験値アップとか、うん、あと装備とかを入手して、でその後からレベル上げを始めましょうかね。はい、とりあえず2時間でここら辺まで来ることができました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。